高穴保宮四彦穴保宮は古代大海にあったとされる宮である。日本書紀には高穴保宮と記されるが、古事記と仙台旧事本儀には滋賀高穴保宮と記される。穴保は滋賀県を写しや能に否定されている。考古学的な意向は全く確認されてない。が、同地にある高穴保神社を旧市とする伝承がある。日本書紀によると、景行天皇が 慶光天皇58年から崩御するまでの3年間、滋賀に逸して、税を、高穴保宮とすると記し、中愛天皇が即位2年目に、慶ヒグに遷入するまで3代の天皇が見合いしたと、する。一方で、古事記には、西武天皇が、大海滋賀の高穴保宮に逸して天下を治めると、記している。王朝交代説の一つで、三輪王朝と河内王朝に挟まれた、影行き。 政務中愛の三代にわたって、大民に本拠とした王朝があったとする学説。水野優の三王朝交代説は四合に、異理を持つ、天皇皇族による三輪王朝と、和家を持つ、天皇皇族による河内王朝とするが、大民王朝は、たらしが四合に含まれる三天皇一皇后を根拠の一つとしている。同時期には四、道将軍をはじめ、終わり 丹波など危害に関連した除雪が危機に多く見られ、国造王など王権による全国支配が進められたとされる。ありがとうございます。